半水素は1個の半陽子と1個の非電子によって構成される。半水素は半物質で構成される元素の一種。元素記号は H。原子番号はマイナス1。1932年、宇宙船の研究をしていたカール・アンダーソンにより、正の電荷を持つ電子、陽電子が発見される。1955年、エミリオ・セグレとオーウェン・チェンバレンにより、 粒子加速器ベバトロンを用いて、汎用紙、すなわち、汎水素原子核を発見。この実験では、汎中性子も発見されていた。1995年、欧州原子核研究機構とドイツの研究チームにおいて、汎用子の周りを溶電子が回る、汎水素が生成されたことが分かり、翌年1月に発表。2002年、 東京大学の早野隆吾を含む欧州合同原子核研究機関の国際研究チームは反水素原子の大量合成を報告した。2011年、東京大学や理科学研究所が参加した蒸気の国際研究チームが世界最長の16分40秒以上にわたって反水素原子を閉じ込めることに成功した。2016年、 セルンのアンティハイドロゲンレーザーフィジクスアペラタス実験は、半水素のエネルギー順位 1S-2S 間の分光スペクトルの観測に成功した。243ナノメートルのレーザーからの2つの光子によって、半水素が冷気後に放出した蛍光スペクトルの結果は、同条件での水素と同様のスペクトルであることを示した。この結果は、 c p t 対称性の原則を裏付ける結果となっている。2020年、セルンは、アルファ実験によって、さらに半水素の 1S-2P 間の分光スペクトルの観測にも成功した。厳密には、この測定で 1SC-2PF、1SD-2PF、1SC-2PC、1SD-2PC 間の線を測定しており、 半水素の狩猟指数 N イコールにゼロ磁場における微細構造とラムシフトの検出推測に成功しているこの実験結果も水素のスペクトルと一致しており CEPT 対称性が確認された通常の水素は電子と陽子の核1個から構成されるのに対し半水素は陽電子と半陽子の核1個から構成される非電子も 汎用紙も通常加速器を用いて比較的高いエネルギーの粒子として生成されるので、それらを冷却する。すなわち、原子冷却技術などを用いて、粒子の運動エネルギーを数十ケルビンの熱運動レベル以下に落とす必要がある。また、生成の際は他の粒子と反応してしまうため、更新空中の磁気トラップ容器内で、非電子と汎用紙を混合する。 磁場にトラップされるのは陽電子のスピンが変極した 1SC1SD 状態の半水素原子のみである。半水素以外には半重水素と半見エ水素がそれぞれ合成されている。ただし、これらは原子核のみであり、陽電子が原子核を回っている状態ではないので、半原子とは言えない。ありがとうございます。